回言う、僕といられて幸せと。苦しい、切なすぎて心が苦しい、胸がとてつもなく痛い。はいはい、切ないのはわかるけど。こんにちるちる、ちるちる記者のケチャップです。そしてこちら、僕の動画の女子的な立ち位置のマヨネーズさん。はい、マヨネーズです。よろしくお願いします。というわけで今回は地獄のカップリング短歌大会、闇の下の句編、イエーイ。前回の動画では上の句が闇、下の句が光の短歌のご紹介をしましたが、今回はその逆の上の句が光、下の句が闇の短歌のご紹介をしていこうと思います。光の上の句を、闇の下の句が地獄へ突き落とす様をぜひご覧ください。ケチャップさん、性格悪くない？いえいえ、僕どちらかといえば光属性寄りなので、ちょっと今回怖いんですよね。え、本当に？闇系の作品も読むって言ってたよね。誰もが心に闇を抱えるように、僕のオタク心にももちろん闇の部分はある。でもね、僕は守備範囲がそこまで広くはないんだ。え、めんどくさ。マヨネーズさん冷たい。チック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 。では早速本題に入っていこうと思います。はいはい、冷たいこと言ってごめんね。ほら、早速短歌の紹介をしていくんでしょ。うん、はい、そうですね。では気を取り直して対象作品を一句読み上げさせていただきます。君は言う、僕といられて幸せと。時間が足りない、病室で涙。切ないですね。これは余命が少ない君と、その君と付き合ってる僕の話かな。苦しい、切なすぎて心が苦しい、胸がとてつもなく痛い。はいはい、切ないのはわかるけど、ケチャップさんが話してくれないとこの短歌の良さ伝わらないよ。何がそんなに心を苦しくさせるの。君くんがきっと笑顔で言うんですよ、君といられて幸せって。その病気と戦いながらも、なるべくポジティブでいようとするけなげな姿勢が。なるほど、病室で頑張って笑顔でいる君くんの妄想が広がってるんだね。あー、時を止まれ。二人の幸せな時間を奪わないでほしい。じゃないと君くんも僕くんもかわいそうだよ。ではお次は優秀賞作品の一作目を読み上げさせていただきます。マヨさん、迷惑かけてごめんね。ほんと僕メンタル切り替えるよ。はいはい。5分前、ドキドキしつつ君を待つ。キラリと光るナイフを持って。急に不穏になりましたね。ナイフを持って待ち合わせ、いや待ち伏せってこと？ほんとすごいよね。上の句はドキドキしながら好きな人を待つ可愛らしさがあるのに、下の句で急にヤンデレに変化させちゃうの。これやっぱりナイフ持ってるのがウケだよね。僕にはそんなヤンデレウケにほどされていく攻めが見えたね。はい、お次は優秀賞作品の2作目を読み上げさせていただきます。初キスに照れたその顔、尊くて歪めてみたいと欲の花咲く。これはマヨさん、これよくね。ウケちゃんの可愛らしいテレテレ顔を見て、ニャンニャンあいがしてトロ顔にさせてやりてえってこと。いや、初キスに顔を真っ赤に染めるウケよ。夜の部で早く自分好みに仕込みたいと、そういうわけさ。これは攻めがどのくらいウケちゃんに無理をさせてしまうのか気になるところですよ。あ、うん、そう。いやー、最高ですね。エロいの大好物です。お次は優秀賞作品の3作品目を一句読み上げさせていただきます。寝顔好き、カメラ構えてふとつぶやく。
たくさんの君が部屋を彩る。部屋の壁一面に君くんの写真が貼ってあるっていうことですか？そういうことですよ。僕これめちゃくちゃ好きなんですよね。え、なんで？怖いじゃん。ちっち、マヨさん全然わかってないよ。もちろん現実世界でストーカー行為をするのは良くないことだけど、大抵 BL では最後写真を撮られてる方も好きになっちゃうんだから、怖くない怖くない。それに好きっていう愛情からこの部屋を作り出してしまうんだよ。つまりそれは相手のことがめちゃくちゃに好きだっていうこと。一方が激おも感情を抱いてる BL なんて死ぬほど尊いじゃないか。最後に僕の独断と偏見で選んだ短歌たちを合計で2句読み上げさせていただきます。夏祭り、もう少しだけと手を引いた。お前の本命、見えないように。うーわー、とってもエモいですね。ですよね。夏祭りの間だけでもお前を自分のものにしたいっていうこの感情が何とも言えなくて、うわー切ねー。好きな人が自分とは違う人を見て言ってやっぱり悲しいね。そうなんだよ、分かってくれる？俺はこういうのがめちゃくちゃに好きなんだよ。では次の一句を読み上げさせていただきます。覚えてる？僕たち二人のプロポーズ。死ぬまで一緒だ。今行くからね。もしかしてこれ、死んでしまった愛しい人を追いかけて自殺しようとしてる話？そうなんだよ。好きすぎて君がいない世界なんて生きられないっていうやつ。いや、それはわかるけど、本当に死んじゃうの？というか死ぬまで一緒だって言ってるんだから、どちらかが死んだら別の人生歩んでよ。多分死んだ方も残された方が生きてくれることを望んでるよ。分かってないな。死ぬまで一緒っていうのは僕自身が死ぬまで一緒にいるっていうこと。どちらかが死んだら解消するとかそういう話じゃないんだよ。だからこそ愛しい人が死んだ今は自分も死ななければならないわけ。つまりこのカップルは一心同体なわけさ。身も心も一つ、片割れがいなくなってしまっては歩くこともできないっていうことだよ。ん？歩くこともできない？足はあるよね。うん、君もいつかこのオタク心がわかる日が来るよ。はい、というわけで今回は地獄のカップリング短歌大会の闇の下の句編をご紹介させていただきました。皆さんならどんな上の句や下の句を作りますか？8月30日は闇が0で光の日。その日に2023年度の地獄のカップリング短歌の光の上の句を募集します。そして8月31日は闇の日で闇の上の句を募集しますので、どしどし応募ください。待ってます。というわけでケチャップとマヨネーズでした。バイチリー。